はい、皆様おはこんばんにちは、おついちアゲラルドです。それではおついちのウィッチャースイワイルドハント、血塗られた美酒、続きをプレイしていきたいと思います。で、前回からの続きです。まだね、伝説級の装備を買うのにお金がありませんので、メインクエストをちょっと進めていきたいと思います。もうだいぶサイドミッションをやっていきましたので、もうほとんど残ってないんでね、そろそろメインミッションに移ってもいい頃でしょうということでやっていこう。ラチ、あー、すまんね思いっきりジャンプした先に子供がいましたね。危ない危ない、あー、すいませんね。で、愚者の檻メインクエストやっていきたいと思います。メールラシェズロングボッチでレジスに会う、そうだレジスにね、会ってなかったね全然ね。よいしょ、こっち側で、こっちのこう来て、あ、こう来て、あ、こっち、こっちか。すんごいとこにあんな、墓地なんでね。だから墓場に行かなくちゃいけない。墓場で吸血鬼と会うっていうね、なんとも、まあ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 、よいしょな感じですけども。おお、なんだ、ほっ、なんでこんなところにスポアがいるんだ。とりあえず倒してしまうか。ほっ、ほい、入り口あるね。なんだ、とりあえず輝き小鳥を飲んで OK。あそこにいるのか。ほっ、違う、北風にしといて来ないよ。おい、はず、高さか、くそー、近場に来い、行け、痛くないけど、えい、ほい、違う、あれ爆弾が、あ、痛い痛い、こっ、もう手に切っちゃう、おっ、食え、ほい、やばい、危ねえ、ペン張って、いやー、もう相変わらず戦いづらい敵ですな。これはチャンス、近くに置いて、オッケー、もう普通に近づいて切った方が早いわ。よし、3のね抽出液は、伝説級作るのにね非常に有効なのでいいですね。ここ入り口があるな。レジス、もっと他の場所で待ち合わせてもよかったんだ。確かになんかいるな、グールもいるのか、グールとアーチスポート。いた、この野郎、あぶれ、ハルツバメ揉んで、あいぷー、ほほい、ほ、違う、これじゃない、ほほ、やべ、はい、こういう時に限ってこう毒を与えてくれないっていうね。これチャンス、オッケー、アーチスポアやった。で、お前グール、ふい、オッケー水の中に入っちゃった。グールの血を取って、あと3をよこせ、俺に3をよこせ、ないのか。はあ、まったくレジス会う前に死んじゃうとこだったよ、ほんとに。なんでこんなカビするんだい。まあ墓場だからしょうがないね。この中失礼しまーす。レジス、レジス、鍵がかかってる。
場所はここで間違いないはずだぞ。だな。どこか他の入り口を探さないと。ああ、それで入り口があるのか。もう下になんかもう化け物反応がしてるんだが。で、この、ああ、ここが入り口になってるってこと？あ、そう。大丈夫？落ちたら死ぬんじゃないの？ほい。ほい。あ、キキモアワーカーがいる。ちょっと待って。敵がいっぱいいるじゃねえか、おい。レディス、罠じゃねえのか、これは。俺に対する当てつけか？昆虫種。昆虫種はここか。あ、これ大頭。どれだっけ？これ首吊り。あ、こっち？これだ。うん、よし。ほっ。はい。はい。はい。あれ、ふいふい、オッケー、ふい、回転剣舞、まだいんのか、終わり。ああ、危ね危ね。で、とりあえず燃やしとくか。ほい。ほい。なんでレジスの川にこう、害虫駆除をしなくちゃいかんのだっていうね。俺にこう、あれかついてだから害虫駆除を頼むわ、ゲラルトみたいな感じなのか。オッケー。で、こっち。まだいそうだな。とりあえず猫の目飲むか。暗い。猫の目を飲む。オッケー。ほう、分かれ道とな。こっちは墓場に行く。こっちは、ここはアードで壊せそうだ。あ、こっちが正解ルートか。失礼するよ。吸血鬼と墓地で待ち合わせとはな。これ以上陳腐な状況があるが。今は思いつかないな。扉に鍵をかけなくてもいいだろう。私のプライバシーはどうなる。誰にも煩わされたくはなくてね。招かれざる客はお断りだ。それにお前なら入り方がわかるだろう。確かにそうだ。お仲間を探すためだったな。手を貸してくれると助かる。できる限りのことはしよう。だがお前がどうしたいのかは問題じゃない。重要なのはデトラフが何を望むかだ。彼が見つかりたくないと思えば見つかることはない。絶対にだ。それでも何か方法はあるだろう。吸血鬼はあらゆる感覚による探査を回避でき、居場所を予知する種類の魔術も一切効かない。最高級のメガスコープですら役に立たない。最強かよ。ではこれは使えそうか。どこで手に入れたんだ。怪物の犠牲者の一人が川のそばで発見された。死体はバラバラに切り刻まれていたが、奇妙なことに手が三つあった。指輪をしたその手は別人のものだ。ブルクさんも興味を示していた。どうだ。デトラフの手だ。間違いない。まだ使えるはずだ。その手はどう使うつもりだ。その手を使って何をするつもりだ。組織記憶に関するコンビナリウスの学説を聞いたことは？確か何かで読んだことが。忘れられた錬金術だったが、ケイアモルヘンにあったボロボロの本だ。だが記憶通りならコンビナリウスは実証できなかったはずだ。実証はできていた。ただその結果を発表できなかっただけだ。彼とは友人で書簡のやり取りをしていた。だから彼の研究が完成して
最初の実験も終わっていたことを知っている。複雑なので詳細は省くが、要するに身体組織の一部を使ってその体全体が経験したことを再現することが可能なのだ。どうやるんだ？特殊な装置を使うのか？煎じ薬を調合する必要がある。コンビナリウスは共鳴水という私的な名前で呼んでいた。それを飲めば意識がなくなり、一種の催眠状態を誘発できる。その状態になると組織の持ち主が強烈な感情とともに記憶した出来事を見られる。まるで他人の人生を断片的に夢に見るような感覚だ。デトラフがこの手を失う直前まで何をしていたか見れるかもしれないと。その通り。それに加えて隠れ家の場所も見えるとありがたいのだがな。そいつはありがたいけどね。単純にデトラフを召喚できないのか？単純にデトラフを召喚できないのか？二人とも上級吸血鬼なら。正直に答えるなら方法はある。だが信じてくれ、その方法は使わずに済むのが一番いい。最後の手段として取っておこう。本当の最終手段だ。最終手段？大げさだな。なぜだ？ああ、デトラフを呼び出せる存在がいるのだ。その資格を持ち、強大な力まである。どこへでも彼を引っ張り出せるだろう。しかしその存在に関わること自体が、なんというか溶岩の渦巻く峡谷の上で綱渡りをするような冒険なのだ。私にとってもお前にとってもそれほどの危険がある。無謀な賭けはしたくない。だから頼む、私の方法でやらせてくれ。その方が早いし簡単だ。なんだろうね、吸血鬼の神のようなものをこう召喚するみたいな感じなのかね。指輪にはどんな違和感がある？この指輪は興味深いな。見たこともない金属でできている。それにこの装飾は我々の故郷、天体の号が起こる前の故郷にあったものだ。実はもともと私のもので、私は敬愛する旧友から譲り受けた。ああ、そうなんだ。彼は一種の人間中心主義者だった。我々吸血鬼はここでは訪問者で、この世界の主である人間と古き民族に敬意を払うべきだと考えていた。敬意？人間を家畜のように殺しはしないという意味か？その通り。私がその指輪をデトラフに譲った理由も、旧友が提唱していた理想を忘れないでほしかったからだ。人間を第一にってことだね。戦略を作ってくれ。コンビナリウスは半生を費やして自説を証明しようとした。共鳴水の生成は簡単ではないだろう。ご明察。デトラフの組織に加えて高等用刺激剤が必要だ。要は毒薬で、飲んだものに記憶の映像を入りやすくさせる。なるほど。いくつか使えそうなものが思いつく。ただ残念ながらどれも希少な物質だ。まずはマミューンの分泌液だが、一番近くでもビジマンにしかいない。スポッテッドホワイトの唾液も使えるが、何世紀も前に絶滅した。コボルドの眼球でもいいが、警戒心の強い生き物だ。目玉をくり抜くなんてとてもじゃないが。時間が限られているからな。手伝いを頼むことにしよう。おほ、気持ち悪い。まだ動いてる。カラスか。歩き方が可愛いね、レジスのね。あのバッグをこう。カラスだ。この辺りならどこにでもいる鳥だろう。非常に知能が高くてな。お前があげた生物を探すように言いつけた。彼とその仲間たちがやってくれる。お前のあげた怪物が一匹くらいは見つかるかもしれない。そしておそらくは、気を悪くしないでほしいが、カラスの群れが総出で探す方がウィッチャー一人よりも早いはずだ。とはいえ多少は時間がかかるだろう。待っている間、マンドラゴラ酒でも一杯どうだ？よし、飲もう。酒の誘いは断れないな。ちゃんとした蒸留酒でなくて残念だ。漬け込んだだけでは薄い。その方がいい。お前の自家製マンドラゴラ酒を飲んだら、たちまち秘密を全部打ち明けてしまうだろう。さあ、リビアのゲラルトはどんな秘密を持ってる？
いっぱい持ってるぞ。はあ、秘密ならいくらでもある。誰にでも秘密はある。心から同意するよ。付け足すなら、時には信頼できる相手に秘密を打ち上げて心の重荷を下ろすのが賢いだろう。お前を信用してるか確かめようとしてるのか。回りくどい方法で聞くのが好みでね。相手の知性を試せ。お前は合格だ。ふん。お前から話したらどうだ。打ち明けたい秘密はないか。吸血鬼の人生は面白そうだ。何か知りたいことはあるか。おお、教えてくれるんだ。ああ、今までどこで何をして生きてきたんだ。再生した直後はどうしてたんだ。想像通りだ。初めはとにかく回復に専念していた。今でも完全には回復しきれていない。あまりにも弱っていて、最初の1年は自力で動き回ることすらできなかった。デトラフは弱っている私を根気強く支えてくれた。助けてくれたのが彼でなければ再生にもっと時間がかかっていただろう。まあ数年かかるって話だな。なんとか一人で起き上がれるようになると、私はブルッゲへ向かった。かつてディリンゲンにいた頃に家を構え、癒し鉄拳外科医として平和に過ごした地だ。人々の尊敬を集め、大衆の想像する化け物じみた吸血鬼とは正反対の暮らしだった。ブルッゲ、生まれ変わって故郷が恋しくなったのか。ああ、少しな。だがお前はどうなんだ。今までどこにいた。シリラは見つけたのか。おう、あの時はな。だがすぐ後にまた離れてしまった。次にシリが戻ってきた時、俺たちは共にワイルドハントを倒したんだ。波乱万丈だな。どうやら私はいろいろと見逃してしまったようだ。そうだな。だが詳しい話は今度にしよう。今はお前に聞きたいことがたくさんある。レジスがいればね、もうちょっと楽になってたかもしれないけども。死人でいるのはどんな気分だ。誰もが聞きたい大きな質問が一つある。死んだ後ってのはどうなるんだ。人間の信じる神々の世界が本当にあるのかが知りたいわけか。それは私にもわからない。吸血鬼と人間は大きく異なる。我々を構成する要素は形を持たなくても存在できる。我々の生存には心臓も脳も呼吸器も必要ない。だが死んだんだろう。人間が言うところはな。感覚や思考はどうなる。説明するのは難しい。何か言い知れぬ不安感があった。理解を超えた言葉では言い表せない感覚だ。あの感覚が寒さと想像を絶する恐怖だと理解できたのは、再生して意識が戻ってからだ。もしデトラフがいなければ、あの凍りつくような永遠の恐怖の中で溺れていたんだろう。そんな中生きられるはずがない。想像するだけでも最悪の体験だ。ああ、私の知るどんな恐怖とも比べ物にならない。だが知っての通り、我々にとっての死は人間にとってのそれとは違う。人間の生への執着は我々の目に機械に映る。人間であればすなわち死ぬことは必死、遅いか早いかの違いだ。それゆえになぜ死を遠ざけようとあがくのか不思議に思える。弱い20で死んでも40でも100でも何の違いがある。ほんの一瞬なことに変わりはない。お前の立場ならそう思えるだろうな。20クラウンしか持っていない者の気持ちは億万長者には理解できない。いかにも世界の見え方は人によって違う。まあ吸血鬼はね、最低でも数百年は生きるからね。デトラフももう数百年も生きてるだろうし、まあゲラルトもね、言ってウィッチャーですから結構な長寿でありますからね。あとまあゲラルトもね、なんだかんだ言って死は一度経験はしてますね。あの暴動の時にね、若者に熊手によって殺されてるけども、その時はまあワイドハントと契約してっていう感じで生きながらえてるって感じですけどね。あ、でもシリに助けられたのかな、その時はね。なぜ血を吸わないように自分を制していられるんだ。新しい肉体に新たな人生、つまりまっさらな状態ということか。その言葉は定義が広い。具体的に何が知りたい。例えば血だ。体が新しくなっても血液依存の特性は残っているのか。今なら血を吸っても酔うことはないかもしれないぞ。あらゆる依存症はある種の霊俗状態だ。
またそうなる危険を冒してまで肉体が再生しても身体的な成功が持ち越されるのかどうか実験するつもりはないな。確かにそうだ。すまない、単なる好奇心だ。気にするな、好奇心が湧くのは自然な反応だ。それに昔から好奇心はお前の長所だと思ってる。ありがとう。で、実はあれだね、血液依存症をちょっと、その血が吸いたいよみたいな感じの依存症でちょっと悩んでた時期がありましたね。ちょうどゲラルトとパーティー組んでた時はそうだったのかな。再生するのはどんな感じだ。昔から吸血鬼の再生力には興味がある。失った手が生えてくるのはいいとしても、デドラフが液体となったお前を再生させた話は別格だ。骨の折れる仕事だが不可能ではない。私の存在がその証拠だ。だがお前も相当な経験をしてきたと聞いている。記憶を失ったそうだな。ああ、よく知ってるね。短い間だけだ。トリスの助けで元に戻れた。実際記憶喪失だけで済んだのは幸運だったよ。ああ、人間は非力で軟弱な存在だからな。命を奪うのは何の造作もないことだ。その点では人間に同情してやまない。その点で吸血鬼ははるかにしぶとい。他の種族の者に殺されたとしても上級吸血鬼の力を借りて再生することができる。すんげえ生き物だなおい。ただし同族の者から致命傷を受けて死んだらそのままだ。再生できない。かつて吸血鬼が同族同士で戦わないと誓った大きな理由の一つでもある。致命傷って言ってるけどさ、胸くり抜かれて、あんだけこう胸くり抜かれてんのに致命傷にならないってことは、もうそもそもしぶといからこうバラバラになるぐらいじゃないと致命傷にならないんだろうな。逆に俺に聞いてみることはあるか、聞いてみたいことはあるか、質問があれば言ってみろ。よし、お前にも一つ質問させてやろう。何が知りたい。ゲラルト、お前のような興味深い男に対してたった一つか。意地が悪いな。だが有効に使わせてもらおう。もしお前が死んで私のように再生できるとしたら、生まれ変わってもまたウィッチャーになるか。あ、難しい質問だな。あ、ゲラルトとしてはどうなんだろうな。まあここは俺として、私のオツウィッチャーとしての意見で述べさせてもらおう。ああ、ウィッチャーになる。レジス、他の何かになれるとは思えない。飽きないか。遠回しな聞き方だが、俺がウィッチャーとしての人生を気に入ってるかどうか、どうしても答えを知りたいようだ。放浪の旅は悪くない。手がかりを探したり追跡したり、戦いの直前の緊張感も好きだ。何より怪物と戦う時ほどアドレナリンが出ることは他にない。人から化け物扱いや放浪者扱いを受けるのももう慣れた。そうだな、俺はウィッチャーでいるのが好きだ。正直に話してくれてありがとう。真に勇敢な者だけが持てる美徳だ。故に正直者は少ない。翼のある仲間からは音沙汰がないな。指示はちゃんと伝わってるのか。心配無用だ。もう少し待ってみよう。間もなく帰ってくる。間違いない。やれやれ、待たせてもらえますか。しばらくのっち。お、帰ってきた。まあゲラルトほどのウィッチャーだったらね、人生をやり直すしたいって思ったんだったらやり直す機会いくらでもあったでしょう。警戒を解かない。まるで吸血鬼だ。思い出してみろ、草の試練の時に我々の遺伝子を埋め込まれた覚えはないか。お褒めに預かり光栄だ。褒め言葉として受け取っておく。それで何か知らせは。お前の言った通りだ。この辺りにはコボルドもマミウムもだろうな。最後まで聞け。実はスポッテッドワイトはいたんだ。ほう。カロベルタの森にある廃屋に住み着いているらしい。ありえん。スポッテッドワイトは俺が生まれる前に最後の一匹まで狩り尽くされたはず。それならウィッチャーとスポッテッドワイトの歴史の知識を更新した方がいい。
そいつはどうにかお前のお仲間から生き延びたんだ。住処の廃屋はおそらくわかる。地元の住民は呪われた家だと信じていたはずだ。それでワイトが生き延びられたのかもな。誰に干渉されることもなく。そうしたら相当な年月だと思いますけどね。呪いとは？その呪いについて他に何か知らないか？詳しいことは思い出せない。あまり興味がなくてな。逸話として耳に入ってきたが、聞き流してそれきりだ。何か思い出してくれ。些細なことでも重要な情報になりうる。飢餓に、いや欲に関連する逸話だった気がするな。誰かが何かの罰を受ける、そんな話だ。呪いの起源としてはありがちな話だな。小耳に挟んだだけの話をいちいち記憶してたら脳がいくつあっても足りない。確かに。どうだ、遠い昔に絶滅したはずの生物と呪いが同じ場所に存在する。これ偶然か、何か関連性がありそうだ。ああ、専門家の好奇心がくすぐられてるわけか。気が済むまで悩んでも構わんが忘れないでくれよ。必要なのはワイトの唾液で、それ以外はどうでもいい。おーい、そのワイトについて他に情報は？ワイトは森には滅多にいないし、廃屋とはいえ人間の家に住むのはもっと珍しい。荒れ地や廃れた墓地にいるのが普通だ。何が言いたい？スポッテッドワイトではないかもな。小さな助手が見間違えたかもしれない。それは考えにくいな。カラスは抜群に知能が高い生き物なんだ。加えて目の良さも折り紙付きだ。カラスは何を見たんだ？その家の周りには地面いっぱいにスプーンが落ちているそうだ。スプーン？カラスたちの言葉を伝えただけだ。スポッテッドワイトの趣味がガラクタ集めなのかもな。それかスプーン自体が呪いに関係しているか。あー、なんか嫌な予感がする。そのワイトに会いに行こう。煎じ薬を調合し始めてくれ。俺はワイトの唾液を取りに行く。それを調合物に混ぜれば完成だ。おとなしく唾液を譲ってくれると？最悪の場合、唾液栓ごと持ってくる。効果は同じはずだ。そうか、唾を吐いてくれと頼むのかと思ったよ。想像すると面白かったんだがな。もちろん唾液栓でも何の問題もない。では後で。ああ、後でな。まずは書物を徹底的に調べてみるよ。書物？煎じ薬を作るんじゃなかったのか？最後に一つ足りない材料がある。手に入れるのに苦労しそうなものだ。何かいい代用品がないか探してみようと思ってな。なるほど、頑張ってくれ。ああ、お前もな。おーい、経験値22。任意怪物図鑑でスポッテッドワイトについて調べるので、ここに何かあるの？お、金の皿だ。すまんない、今金欠だな。まだ3500しかないよ。貯めるのに4万ぐらい欲しいな。4万か、そう考えると大変な額だな。まあいいや。スポッテッドワイトだから式だね。スポッテッドワイトから身を守る一番の方法は騒がないことだ。ロデリック・ギリアによるスポッテッドワイトの研究論文により、スポッテッドワイトはワイフトの亜種であり、ウィッチャーによって狩り尽くされすでに絶滅した。普通のワイトより体が大きく、体表に斑点や体液のシミがあることからスポッテッドの名がついた。スポッテッドワイトの多くは人の来なくなった墓地や人気のない自然の中に住むが、時には廃屋となった人家に住み着くこともある。彼らが最も情熱を傾けているのは自らの体液を煮込んだ汁を作ることだ。うえー。刺激しない限りあまり攻撃性を見せないが、脅威が感じると実に危険な敵となる。彼らは気温が下がると眠りに落ちやすくなる。はあ、なんだろうね。例えば北風が効くとかそういうことかな。ウィッチャーは彼らに対する必殺技を持っていると言われる。ヤーデンの印を適切な場所で正確に使うことによる技だという。ほう、ヤーデンが効くのか。少なくともウィッチャーに関する伝説はそう言われている。へえ。まあ戦うことになったらちょっと使ってみましょうか。ヤーデンね。あとは北風も効くかもしれないね。依存者何があれがしてあるんだ。ああ、まあなんか倒したかな。あ、他方の怪物かなんかかな。オッケー。で、その前に、
ちょっと待って、さっきのさ別のルートの入り口をちょっと確認しておきたいんだよな。よいしょ、ここだっけ。ここにもあれがある。ほい、害虫は駆除しておかなくちゃね。おお、ちょっと急に湧くんじゃない。あぶね、やばい、中毒度がどんどん上がってくる。いった、来たかぜ、凍ってろ。あぶね、やばいな、中毒度が溜まってる。このままだと毒で死ぬ。なんだよ、ワーカー残ってたのかよ。ウォリアか。白い水を飲んで、でさらに昆虫種のオイルを塗り直しておきたいな。昆虫種のオイルを塗り直す。こっ、ヒットアンダーウェイ。あ、痛い、ダメだ、ラファードの。いやー、この範囲がさでかいよね。やばい、もういっぱいか。強いねこいつは。霊薬は飲めないときついね。やばい、やばい、死ぬ。強い。こうケンウィッチャーにとっては本当にあれだな、天敵だな。こういう時ね、インウィッチャーとかだと、アニッチャーとかだと多分楽に倒すんだろうな、こういう敵はな。一応ロンド行って、で猫の目も切れちゃうからもう一回飲むか。はい、 OK。でどっちだっけ、こっち行って、こっちか。こっちは何があるんだ。あ、ん、おう、あー、レジスの家のあれか。普通に別棟というか別ルートから来れるって感じか。ネハレニの目を使うとしよう。ああ、メガンじゃん。ファーン、おお、なんだここ、興味深いな。何がある？ホコリだけがあって。カーサス・フォーデリス。ほう。騎士の誓い。ギリョンの騎士、ラーモン、ここに眠る。かつて生きた男の面影を、我が墓に求めることなかれ。我、この心、この魂、この身のすべてを騎士道に捧げ、騎士としての記憶されることを願う。騎士道の象徴とは抜き身の剣なり。我その象徴のもとに眠らん。我が名誉を守り、我が友を守り、我が心を守り試験。兄弟よりも心安、ん、し、心安き剣。ついぞ罪なき者の血で汚れざり失剣。この墓石とともに時を越えよ。あー、そんな大事な剣取っちゃいましたけどね。いいのかな、まあいっか、まあいっか。イエーイ。この辺は、取っちゃいましょう。ただのあれだな、墓荒らしだ。でここはレジスがいたところで、お、なんだここ、なんかあるぞ。ルールの地、あー、さっき入ってきたところか。で上にレジスはいる、あ、いるわ。レジスすまねえな。あー、先はいいや。壊れた隕鉄のツルハシ、これは分解した方が良さそうだね。眠りに屈する前の最後の思考、なんだこれ。眠りに落ちる前、最後に考えること。もしこの世に死がなければ、生は存在するか。憎しみは興味深い感情だ。人を飛躍的に成長させているように見える。時には何も考えたくない時もある。もし我々が人間のように神を作り出したらどんな風になる。人々は善悪からしたことだと言って悪事を正当化するが、その
方が愚かで悪質ではないか。絞りたての新鮮な幼児の血が飲みたい。もちろん無理だが、そのまろやかな味わいですぐにでも眠りつけるだろう。これ吸血鬼のあれだな。人間のように生きようと奮闘しているが、それによってもはや人間社会は居心地のいい場所ではない。かといって同族の社会にも戻れない。大きな過ちを犯したのでは。一度帰ってみたかったこと、もううんざりだ。みんなクソくれ。人は現在のことを考えない。過去を思い出すか未来を案じてばかりだ。友人のデトラが死ぬような予感がする。悲しいことだ。これあれか、レディスの日記か。おお、消えたぞあいつ。再生薬の製法、熊綴りのエキスを8杯、霊視の牙、サンクルム、アルサントラ、マンゴラドラの、わかめを煎じたスープ。大きい材料はすりつぶし、小さい材料は、丸ごと加える。すべての材料を、銅鍋に入れ、結晶水で煮込む。完成した液体を1日2回、半量ずつ服用する。推奨容量を超えて服用しないこと。で、再生できるの？吸血鬼。すごいね。うわ、なんか作ってる。あいつ移動してんぞ。おー、そんぐらい、お前さ、机からそこぐらいさ、普通に移動しなさいよ。もう物草だな吸血鬼。まったくもう。本がある。おだん、ん？ダンデリオンが記した吸血鬼レジスの伝記。お前そんなもん書いてたのか。ゲラルトと共に数々の暴言を経験してきた筆者だが、その道中で出会った中でも最も興味深い人物といえば、やはりレジスという名の吸血鬼だろう。生活には名をエミエル・レジス、ロヘリック、タルジエフ・ゴドフロアといった。彼自身の記憶によれば、余輩は428歳。はあ、まあ現在433、4歳ぐらいかな。5、6年前ってことだもんね。天体の豪雨に巻き込まれ、不運にして我々の世界にやってきたまま帰れなくなった種族の末裔だという。親愛なる読者諸君はきっと、カタカンやアルプやその手の怪物を思い浮かべ、なぜウィッチャーが紛れもなく怪物と対峙する存在の彼が吸血鬼の仲間になったかと疑問に思っただろう。ここでレジスが上級吸血鬼であり、外見的には人間とそれほど変わりがないという事実を明かしておこう。上級吸血鬼はまた野獣に近い種の吸血鬼とは比較にならない力を持っている。彼らの再生能力は諸君のこれまでの経験や想像をはるかに超える。確かに。とはいえ、我々がレジスのとの友人になったのはこうした外見や能力が理由ではない。彼はしばしば、希少な振る舞いをするし、好きあれば始める長々とした演説を聞いていると尊大に感じることさえあるが、それでも工事の存在なら必ずと言っていいほど持っているあの傲慢さを彼の中に見つけるのは難しい。確かにね、気さくだよねレジスはね。冗談も言うしね。レースは人間の生命を尊重し、愛し、必要に迫らない限り人を殺すことを拒んできた。かつて彼自身が打ち明けたことだが、実は上級吸血鬼は一切血液を口にせず生きられるのだ。ああ、血を吸わなくても生きられるんだね。彼にとっての血液は我々にとっての血に似ている。我々がレジスと出会った時、彼は何年も前から貧血中だったといえば、この対比の意味が大まかでも伝わるだろうか。そうだね、あの血液異常、まあアルコール依存症みたいな感じだったんですね、レジスね。で、結構悩んでたんだよね。レジスはなぜ我々のシリを探すために同行すぎになったのか、その理由をついに話さなかった。彼はそれまで一度もシリに会ったことがなかったし、結局生涯一度も会うことはなかった。スティガー城で、乱死した魔術師の、ビルジーフォルツと戦闘になった際、レジスは全ての元凶であるビルジーフォルツの手にかかり絶命したのだ。これが泡になったってやつだね。我々の目的は彼にとって完全には理解できないものだったはずだ。それでも彼はそのために命を落とした。彼は自分が愛したものを守るため、そしてもっと単純にそれが正しいことだと理由で戦い死んだのだ。彼を思い出すとき、思い浮かべるのは体から薬草の匂いを放つ田舎の外科医としての彼の姿だ。フェンカーンの、共同墓地で初めて会ったとき、彼はその格好で筆者と仲間たちをマンドラゴシの根から作ったという素晴らしい手製の酒でもてなしてくれた。たとえ会えなくなろうとも、友情は確かにここにある。乾杯しよう、友よ。そうだね、レジスはもともとそのウィッチャー、このゲラルトのねパーティーご一行の昔からのね仲間の一人だったんで、その後冒険して、そこでやられてしまったっていう感じですね。まあその直後というかね、その後にゲラルト自体もね、記憶を失ってさまようことになるわけなんですが、これなんだ読むってある。
アルカディウス・ボロビック、高齢まで生きた、実のところあまり長生きしたため退屈のせいで死亡した。なんだそれ。へえ、こんな本あるんだ。だからまあレジスは本当に原作ファンにとってはこの登場はすごく嬉しいことでありますね。やっぱりこう昔の仲間が出てくるみたいなね感じなので、しかも死んでこう死に別れた仲間がね、こうゲーム中にこう新たに登場するってのは非常にすごいことだと思いますね。これこっちから出られないな。どっから出れるのこれ。いかん、出る方法わからん。あ、こっちか。 OK、 上がって上がる、よいしょ。すんごいとこだなこれ。ここは確かに誰も近づかないわ普段でも。しかも忘れ去られた墓地みたいなとこだもんなここな。さてで、ちょっと寄り道してしまったが、ワイトの住処を探すで、ここにある、あ、結構遠い。こっからだな。着いた。ちょっと、近づかないで。ローチ。行くぞ、ローチ。ほら、行け。ほら、行け。こっちから、あ、こっちに行って、それはまっすぐ行けばよかったんじゃないか的なやつ。あ、でちょうどいいから鎧職人で、チーズ鎧職人、これあれだ、この間グエントで戦ったやつだ。なんだ。大丈夫か、眠そうだぞ。品物を見せてくれ。商品を見せてもらえるか。あー、1300しか持ってないけど、まあいいや、売っとこ。で、はい、しょうがねえな、これはなんか飾っとく。あー、でも強いな。ウィッチャー流派の装備がどんどん弱くなっていく。じゃあな。よいしょ。あ、ロチどこ行くの、こっちに来て。ロチ、ロチが触らないでよって言われて、あー、すまんね、ちょっと金策なんだ、すまんな、ロチ。お前の水を買ってやる金もないかもしれない。まあロチだったらその辺のあれか、川から水飲むか。ロチ、俺も同じ生活しようか、一緒に草食う。これこそまさに草の試練みたいなね、ウィッチャージョークです。でこの先、待ってくれ、だいぶ奥に行くね。あ、この辺はなんか前に通ったな。あれか、なんだっけ、マンティクアリューファーするときか。あー、もうムシムシ。あ、違う、こっちじゃねえか。あー、オブレットがいる、やだー。一回引き離そう、で道に戻る。お、こっからもしかしてあれか、道なしか。あ、違う、下だ、通り過ぎたらしい。どうどう、この先だ。あ、でもホグレット戦うことになりそうだな、しょうがねえな、やるか。お、ホグレットはすごい音楽だな。式のオイル、はい、バーゲスト、はい。あー、バーゲストもいるの、おりゃ。待て、ホグレット2体いる、バーゲストもいる。くそー、違う種が2ついると大変だね。まあまとめて切るけどね。 OK、このダン、オッケー。で取っ
で、いやー、犬の鳴き声がするということはこの奥にバーゲストがさらにいるような気がする。よいしょ。バーゲストってなんだっけ、悪霊師だっけ、悪霊師っていうか悪霊だっけ。あ、そうだね、悪霊か。ってことはこっから先は塗り直しだな。ほい。で、なんか食おう。ほい。これで回復しといて、ローチここで待ってろ。危ねえかな。トラスタマラーテ。上になんか反応あんな。あれか。まあどうせバーゲストだろ。知ってんだぜ。もう一個なんか食べといて。よし。クエン貼って。いるよねー、だよねー。よいしょ。はい。回転ゲーム。オーケー。いいね、悪霊のオイルは高く売れる。いやマジでまだいるのか。下にもいるけどな。まあいいや、ほっとこ。下すげえねえか。なんだあれ、あれバーケストか。違うような気がするな。ここだ。スプーンの音が一定のリズムを刻んでいるような。メッセージか。俺に何かを伝えようとしているのか。なんだろう。スプーンというともう完全にあいつしか出てこないけどな。1枚絡んでんのか。すんごい早くだな。この先だ。ワイトの住処を探す。こっちはキノコだけか。何人も何時と食卓を共にせず、何時のサジは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはたわず。なるほど、これが呪いか。そこら中に書いてあるな。誰かが取り憑かれてるようだな。レジスはここが呪われた場所だと言っていた。偶然ではなさそうだ。調べてみよう。調べるか。うわー、もうウィッチャーじゃなかったら絶対入りたくないわ、こんなとこ。これホラーゲームだったら絶対嫌だよ俺は。こっちは、お、なんかある。汚れた手紙。愛する娘マレネ、父親としてこんな手紙を書かなければならない辛さはお前には想像もできないだろう。実の子を捨て父親であることをやめ、死ぬまで和らぐことのない胸の痛みを抱えて生きなければならないなんて悲しいが、こうなってしまったからには他にどうしようもない。我々家族はお前を置いてこの家から去らねばならない。あ、呪いがかつてのお前を奪い去り、心を持たない血に飢えた怪物に変えてしまった。マレーネっていうのは呪いを追われた人なんだね。我々は北方に向かい、コビリを目指す。この手紙を読んだら、かっこその意味はただ一つ、つまりお前が人間の姿に戻れたら家族を探しに来てほしい。父さんの方からは毎年死者を送ってお前の様子を確認させることしかできない。生きているか、生きているのはどんな姿かを確かめさせる。お前がいつか元通りの愛するマレーネに戻ることを信じていれば生きる力が湧いてくるんだ。呪いの効果も永遠ではないかもしれない。誰かがやってきてお前の苦しみから解放してくれるかもしれない。また会う日まで、父さんより。はあ、娘さん、この屋敷の娘さんが呪われてしまったってことなんだな。となると呪いをほっとくか。ここを徹底的に探さなければワイトの唾液が必要だ。ここにスプーンがある。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。はあ、スプーンがいっぱいあるな。ていうかスプーンだらけだ。スプーンか、少し古いがありふれたものだ。うん、ふん、
ここにもスプーン。見事なスプーンだろ。職人技だ。裕福な家庭の食卓を彩った品だろう。そんなの分かるんだゲラルト。シミのついた日記読むか。ここ何日、ここ数日か、ここ数日何度もめまいを起こしている。こんなことは今まで一度もなかった。これが続くようなら魔術や魔法は嫌いだが仕方ない。薬草医にかからなければならない。めまいは一向に良くならない。最悪なことに痛みまで加わりだした。時々あまり痛くて何も見えないほどだ。薬草医を訪ねてみた。感じの悪い老婆の魔女はまるで怪物を見るような目で私を見た。そして気味の悪い調合薬を手渡し、1日2回飲むように言った。飲んでいるか少しも効かない。今日もいつものように鏡を覗き込んだが、あまりのことに言葉を失った。いつもなら小じわや目のクマがないか見るのだが、今日は小じわではなかった。小じわの方がマシだった。胸に毛が生えてきていたのだ。こんなおぞましいことがあるだろうか。あの弱ましい薬草のせいに決まっている。薬草医の顔面を殴ってやろうかと思って行ったら店が空っぽだった。私がこうなると分かっていて急いで逃げたに違いない。どうも数が何事か怪しんでいるようだ。生えてきた毛は切っているが、生えてくる速さが日に日に増している。考えないようにしていたが、もうこれ以上自分をごまかすことはできない。この状態の原因は薬草の作用ではなく、例えば前に追い払った年老いた物乞いの呪いではないだろうか。確かめなければ、誰かあの薬草医を探してくれる人を雇おう。考えがまとまらないし、書くのもどんどん難しくなる。孤独、家族はいない。何か食べたい。空のスプーンじゃなくたっぷりすって食べたい。何も食べいたい。鏡、嘘、騙された。あー、かわいそうに自分が怪物に変わっていくのを感じて日記に記録していたのか。痛ましいな。痛ましいね。てかかゆまみたいになってんぞおい。あれかゆまって言うけど、あれかゆまじゃないよね。あれかゆうまいだよね。かゆうまい、かゆいうまだっけ。いや、かゆうまいだったような気がする。いつの頃からかゆうまになってたけどな。略してかゆうまみたいなね。すごいな。もうスプーンだばっかり。鏡が割れてる。まるで自分の姿を見たくないあまりになったようだ。もう鏡で鏡でスプーンって、もうあいつしか出てこないぞ俺は。お前、俺が退治する前にまたなんか悪さしたなあいつ。何時のサジは何時の口に食物を届けず、ここに住む怪物は言葉通りの意味に理解したようだ。永久にそんなスプーンを探しているんだろう。ああ、なるほどね。ここにもスプーン。さっきのと同じ普通のものだ。普通のものだ。こっちはスプーンの鍵。鍵だ。サジを投げずに凝った工芸品だ。飾りには説明書きがある。はあ、このアイトの収集壁は本物だな。スプーンの鍵のメモ読む。競売に出品予定の品であることを証明する。1210年クリストファーソン&サンズ工房製アンティークスプーン型鍵、フェザントリー亭店主スミゴールサーキス氏所蔵。ほう、1210年、もう60年以上前だな。あ、謎のスプーンについて尋ねるっていうのがあるが、まあとりあえずメインクエストの方を先に進めるか。トゥさん、メインクエスト、うん、こっちにしとこう。まあこれはサイドクエストで増えるだろうね。あとで行ってみよう。まあクリアしてから失敗にはならんと思うがな。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家。ここに死体があるよ。調べる。人骨。望んでここに来たように見える。これも呪いと関係があるのか。何人も何時と食卓を共にせず、意味は通じるな。はあ、無理やり連れてきてあれか、食卓に並べようとしたか。口書きた手紙。マスター・ルボッサー殿、あなたは長年無法者を追う仕事をなさっていると知りました。少々変わった仕事をお願いしたいと思っています。おそらくなぜこんな場所に呼び出され、しかもなぜ私が直接お会いできないか不思議に思っていらっしゃるでしょう。
今の私の状況では会うこと自体が大きな危険を伴うのです。それも私ではなく相手の方が危険です。でもそれは置いておきましょう。私の要点は、私が呪いまたは昔薬草院に飲まされた薬の副作用で苦しんでいるということです。原因が後者であることを祈っていますし、それがあなたをお呼びした理由です。問題は、私がその薬草院にかかった直後、彼女は痕跡も残さず姿を消してしまったという点です。私はどうしてもこの病の正体を知りたい。だからあなたに依頼したいのです。かつてこの地域で薬草医を生業にしていたあの女性を見つけ出してください。そして見つけたら、彼女が私に処方した薬について聞き出せる限りの情報を聞いてきてほしいのです。私の苦しみが彼女の邪悪な巧みなみによるものならば、解毒剤を持ってきてください。後悔はさせません。私は裕福ですから、助けてくださったらお礼は惜しみません。もし私の苦しみが薬草医のせいでなければ、私には用はありません。その場合は、私は恐ろしい呪いの餌食になったということになります。呪いをかけたのは、私が屋敷に友人を招いた夜に訪ねてきた物乞いで、呪いを解けるのは神だけでしょう。その物乞いを見つけてくれれば倍の報酬を払いましょう。残念ながら私が覚えているその男の特徴といえば、鏡を売り歩いていたことだけです。これでは手がかりが少なすぎるのは分かります。でも何もないよりはマシでしょう。あとはあなたの優れた才能を信じ、幸運を祈るのみです。マレネドトラスマートラスタラトラスタマラ。完全にあいつじゃねえかよ。おい呪いかけやったな、あいつ。またあれでしょ、だから結局これ謎々なんじゃないの。そういうことなんじゃないの。違うのかね。爪痕や歯型は見られない。おそらく窒息死だ。謎かけといえばあいつの箱だからな。鏡スプーン謎かけって言ったらもう、謎かけみたいな呪いって言ったらもう完全にゴンタンオーディムしか出てこないけど、鏡の魔人だろう。まあ、あいつね、そんなこうわざと物乞いの格好してそういうことを遊び心にやりそうな気はするけどね。確かにワイトの巣に見えるが、少し変わっているのは間違いない。どこかに大釜があるはずだ。はあ、大釜ね。ここにもなんかあるな。こっちは、あ、こっちは階段だっか。で、二手に分かれてる。まずまっすぐ行って、こっち。キノコがあって。いや、こっちじゃないな。範囲外に出ちゃうから、こっち探すか。まずは。このワイトはあまり綺麗好きではないようだな。確かに。調べる。スプーンか。少し古いもの、ありふれたものだ。お、緑の変異誘発剤だ。これ？食卓は整えられている。ここに住むワイトが何かの宴の準備をしていたようだ。ここに住むワイトは確実に呪いの影響を受けているようだ。そして必死でそれを解こうとしている。おお、経験値取得。ここにもスプーン。さっきのと同じ普通のものだ。スプーンばっかだな。お、なぜか衛兵隊のあれが。で、大釜。あいにく大釜は空だ。レジスは調合物を必要としている。空の釜からは何も手に入らない。確かに。ワイトが戻ってくるまで隠れて待つしかない。大釜を覗ける場所を見つける必要がある。ほう、大釜がよく見える場所に身を隠す。あ、こっか。ダンスに隠れるとは。ここに隠れる。開けた瞬間にワイトがいたら超怖いけどね。瞑想しよう。待つのは得意だ。しばらくのち。うわー、来たな。あー、来た。うわ、すげえ。なんだこいつ。あー、調理してるね。
ほう。やばい。気づかれたか。いや、どうですか。呪いを解いてみる。あ、意外にもすんなり。何入れたんだお前。うわー、喜んでるけど。はい、どうも。お前を助けたいんだ。大丈夫。うわ、すげえ。壁に書かれた呪いの言葉を読む。トップの方があるし。待て。俺は敵じゃない。ここに人を連れてきて一緒に食卓に着くよう頼んだんだな。よし、俺はその役をやって望んで食卓に着こう。おう、座れと。これだけあればいいだ。お、ホワイトの称号です。さあ、俺が相手をしてやる。犬みたいだな。ああ、あの呪い、文言は確か正しい答えを見つけなければ、呪いの言葉は何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはあたわずだったな。ああ、なるほどね。実はね、兄っちゃんから一つ話をいただいてて、ちょうど兄ちゃんはこのクエストやったらしいんですけど、その時の、私にねヒントをくれまして、その時はスプーンを渡すなっていう風に言ってたんですよね。ということで、スプーンを交換してみようって選んだんでしょうね、彼ね。がダメ、渡すなってことはそれ以外だってことなんだろう。で、もう一回呼ぼう、もう一回見よう。だからこの2つなんだよね。スプーンを使わずに食べるか、スプーンで物を食べてみようなんだよね。正しい答えを見つけなければ、呪いの言葉は何人も何時の食卓を共にせずでしょ。何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはあたわずだったな。で、食卓を共にすることはないって言って無理やり食卓に連れてきたけど死んでしまったから、それがない。で、今ゲラルトは自分の意思で食卓に向き合ってるから、これはクリアした。で、何時の幸で何時の、口に、物を入れるなみたいなことはできないよって言ってるから、スプーンで使わずに食べてみようってことか。そもそもだからスプーンでサジでってことだから、スプーンでできねえんだよってことは、スプーンを使わずに物を食べることはできるってことだから、スプーンを使わずに食べてみよう。どうだ。スプーンは使えない。いや、それではダメだ。お前は正しいスプーンを探し続けたのに、そんなものはなかったスプーンを使わずに食べるしかない。さあ、どうなる。うわ、行くのそれ。うわー、だよねー。さあ、目を開けろ。自分の姿をよく見るんだ。あ、鏡か。おう、おう、どうなる。怪獣はうまく2思った通りではなかったが、ホワイトが呪いが解けた。マジか。ホワイトの匂いをたどる。
おお、どうやら呪いが解けたらしいぜ。ああ、これはあれだね、アニッチャーに感謝だな。オッケー。で、匂いをたどっていくとどうなる？この先だ。どこにいる？どこに行った？あいつどこに行った？バイト、こっちに行って、あ、こっちに行って、にゃん、バーゲストがいる。ほっ、回転剣。 OK。 悪いな、お前を相手をしてる暇はないんだが。あ、まだいる。後ろから失礼します。キッ、よし。お、サファイア出すんじゃん。そうか、バーゲストとか悪霊はね、結構宝石を出すんでね、いいですね。あ、なんか光ってる。マレーネ。お？しー、怖がるな。危害は加えない。お！パブブ、ナクちゃん。おばあちゃん。あ、まあでもそうか。60年以上経ってるかな。80歳ぐらいか。あー、呪い解けたわ。安全な場所へ行こう。どこだ？しばらくのち、コルモビアンコ。あ、まさか。俺は彼女の手を取り、ここへ。あ、自宅。ここ以外に思いつかなくてな。正しい行いです。ここならすぐに元気になるでしょう。ご心配なく、すべて手配し、ここで安全に保護いたします。時期に回復するでしょう。ああ、よかったよかった。彼女は100年以上何も食べていなかった。そう簡単には回復すまい。それはなぜそんなことに。ああ、100年も経ってんのか。そうか、急いでる。それは後で話そう。いや、彼女は呪われていたんだ。来る途中で話をしてくれた。名前はマレーネ。かつてはとても美しく誇り高いトラスタマラ家の相続人だった。ある夜、施しを求めた物乞いが門にやってきた。その物乞いはボールとスプーンを手に持ち、柵の外に座って待ったそうだ。とあるしきたりを聞いたことがあります。そのような来客が飢え死にしないよう食べ物を与える義務があるとか。それを無視すれば大きな災いがその身に降りかかると。ほう。マレーネは古いしきたりなど気にも留めなかった。物乞いに何かをあげるくらいなら犬にご馳走の残りをやる方がマシだと追い払ったんだ。すると物乞いはスプーンを折り、呪いをかけた。美しい彼女が二度と鏡で自分を見れなくなるようにと。ご馳走が大好きな彼女と一緒に座り、夕食を食べたがる者はいなくなるだろうと。そしてパンくずすら分けなかったそのさもしい心に対して、二度と空腹を満たすためのスプーンを見つけることはないだろうと。厳しい罰ですね。きっと呪いは簡単には解けなかったでしょう。それは話したくない。少し頭を使って解決した。話してやろう。呪いの言葉というのは巧妙だ。どうにかしてほころびを探し出す必要がある。マレーネは数十年呪いを解く方法を探してきた。ワイトにされた彼女はスプーンを盗んで人々を家におびき寄せ、一緒に食事を取ろうとした。だがうまくいかなかった。ではどうやって。誰かが自らの意思で食卓を共にせねばならなかった。スプーンを使わずに食べ、鏡に映る姿を彼女自身に見せる必要があった。それだけ？条件はそれだけですか？複雑な呪いの解決法は得てして単純なものだ。だがワイトになったら喜んで一緒に食事する人間を見つけるのは難しいだろう。そうでしょうね。ですがその件が解決して何よりです。どうかご心配なく、彼女はここなら安全です。ほう、これでじゃあマレーネは当分あれか、コルボビアンコにいるのか。ありがとう。そろそろ仕事に戻らないと。また後でな。頼むぜビビー。
はは、食ってるな。ありがとう。まあ、おいしい。なんておいしいの。まあ、自業自得ということにはなってしまうだろうが。いやでもな、その物声絶対あいつだと思うんだけどな。変装して出たんだろうな。なんかモグロ福蔵みたいなやつだもんな、あいつ。こう正しく使えばみたいな、お前には何かやるけど、こう人の欲を見せてしまうとその罰を与えるみたいなやり方だもんね、あいつね。まあいいや、愚者のオリー・レジスに事の手末を報告する。報告しに行こう。ああ、まあでも呪いが解けてよかった。あとで兄ちゃんには礼を言っておこう。まあ俺ももしかしたらね、スプーンを交換するを選んでいたかもしれない。その鏡とかがすごい引っ掛けになってるから。でここだね。オッケー。さあ戻ったぞレジス。いるか。友人の手からいい出汁が取れそうか。笑えない冗談だな。我々は共食いなどしない。あの手から組織の一部を取り出しておいた。共鳴水の材料としては十分なはずだ。残った部分はどうしたんだ。掟に従って燃やした。カラスが知らせてくれたぞ。必要な材料を手に入れたそうだな。監視してたの。はあ、様子を探っていたのか。何かに俺をつけさせたか。見守り役だ。何かまずいことが起きたらすかさず助けに行けるようにな。助けは無用だったが気遣いには感謝する。共鳴水の完成にはまだ時間がかかりそうか。最後の材料があると言ってたが何だったんだ。それについては残念ながらいささか困難でね。おほ、誰かの記憶を呼び出す薬を作るには成分として記憶の持ち主と同じ種族の血液を加える必要がある。何も問題はなさそうだ。力になってくれそうな上級吸血鬼が一人いる。そうだろうレジス。だよな。すまないがそれほど簡単な話ではない。お前がいない間に全力を尽くして代わりの成分を探したが、探し当てることができなかった。よくわからないな。何が問題なんだ。お前の血を少しくれればいいじゃないか。その血液は活性状態でなければならない。当然知っているだろうが、上級吸血鬼は外形を変えることができる。肉体が変化するとき血液の成分もまた変化するのだ。ああ、なるほど。複雑な話だが、一言でまとめれば、私自身の精神と肉体を興奮状態にしなければならない。要は錯乱し凶暴になるわけだ。非常に極めて危険なことだ。危険？誰にとってだ。危険？なぜだ。自我を失うわけじゃないだろう。ああ、だが極度に興奮し劇場に支配される。それを制御する難しさはお前の方が知っているはずだ。激怒した吸血鬼と対峙した経験があればわかるが、近くにいる者はとてつもない危険にさらされる。どう対処するつもりだ。お前が襲いかかってくるのは勘弁してほしい。それはお互い様だ。だが心配はいらない。じっくりと考え抜いた計画だ。詳しくは今から話す。ほう。どうやってその状態を作るつもりだ。分かった。それでこれから何をするんだ。テシャム村へ行く。古代の吸血鬼の住処だ。そこに空中に吊るされた檻がある。私はそこに入る。辺りの怪物はお前を襲いに来るだろう。怪物どもを殺せ。おびただしい血が流れるはずだ。それだけ多くの血の匂いが立ち込めれば、私は正気を失い凶暴化する。ふん。そのテシャムムナという場所について知りたい。テシャムムナ、どんなところだ。普通のための拷問専用の部屋がある。遠い昔、我々がこの世界に来たばかりの頃、カグマーという名の仲間が人の血の味を覚え狂乱した。一晩で村中の人間の血を飲み干してしまうほどだった。そのせいで種族全体が危機にさらされた。恐怖した民衆がやがて我々を狩り始めたのだ。雇われた魔術師やウィッチャーが我が種族を追い詰めた。問題か。殺される恐れなどないだろう。ああ、だが面倒だ。例えが悪いが、
辺りを飛び回る蚊を殺すのが楽しかったことがあるか。他の吸血鬼たちはカグマを捕らえ罰を与える必要があると判断したのだ。そのためテシャム村の地下迷路に拷問部屋が作られた。その中には銀、ダルビナイト、隕石鉱の合金でできた特殊な檻が作られた。カグマは捕らえられその檻に入れられた。200年の間その中で過ごし、怒りのために何度も我を失いながら逃げ出すことはできなかった。つまり私が激高しても檻が耐えられることは証明済みだ。なるほど。へえ、準備をする前に時間をくれ。軽い気持ちで出かけるのは危険そうだ。準備を整えた方が良さそうだな。ああ、わかるとも。出発できるようになったら教えてくれ。了解。愚者の檻、出発の準備ができたらレジスと話すということで今日はここまで。いや、呪いは解けましたんでね、どうなるんだろう。マレーネは当分いるんですかね。まあ後でまた会いに行ってみましょう。はい、ということで次回は愚者の檻続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はウィッチャーの鏡だ。